いよいよ選手権福岡県大会が始まり、私たちは全国大会出場たった一枠をかけ競い合います。ここまで来るまでに様々な困難を仲間と乗り越え、日々努力を積み重ねてきました。監督、コーチをはじめ周りのサポートや家族の支えがあるからこそ今サッカーができています。だからこそ私たちは感謝の気持ちを忘れません。今年7月に九州北部豪雨で福岡県は大きな被害を受けました。そんな中、素晴らしい環境で大好きなサッカーができる喜びをかみしめ、私たちは全力でプレーします。そしてこの大会に携わる全ての方々をリスペクトし、最後までフェアプレーで戦うことをここに誓います。平成29年9月15日選手代表東福岡高等学校主将福田優也